うございます。ということで、やっぱり今日も寒いな。もう12月になってすっかり冬っぽくなってきた。はい、ちょうどおはようございます。トムカゲです。まあ、今日もね、天気がいいんでいつも通りやっていこうかなと思います。にしても本当そろそろね、 ZV-10 の陸化計画を紹介しておかないと、またねちょっと新しい大物が到着しそうなんで、それまでにね、こう ZV-10 いい加減終わらせておきたいなというふうに思います。YouTube やっててね、本当思うのはね、買った商品っていうのは買ったそばからね紹介していかないと、やっぱね紹介するなんかこう旬みたいなのっていうのがあって、実はねまだ他にもね、買っておいたアクセサリーとかっていうのもあるんだけれども、それもねやっぱなんか開封さえしていないっていうね、先に買っておいて紹介するのは後でいいかみたいなね感じでやってるとね、そもそも紹介する気がね失せてしまうっていうね、そういう問題があるんで、そうならない前に ZV-10 紹介していこうと思います。 ZV-10 はもうだいぶね、話題的にはもう旬は過ぎてるんですけれども、もうそうやって後回しにしてると本当にもう永遠にこうリグ組まなくなりそうなんで、ちょっともうそろそろね思い越し上げてやっていこうと思います。ただね、今はどうなんでしょう、ソニーの半導体不足等の影響もあって、あれ ZV-10 はまだ受注が停止してないのかな。α6400 とかはね受注を停止していて、あとそうそうで α74 ね、あれ日本での発売日っていうのも12月17日とかだったと思います。決定したっていうね、思ったよりも日本の発売全然早かったかなと、てっきり2022年になるもんだと思っていたのを、2021年中にね国内販売ということで、ボディのみのね先行発売で、ズームレンズキットは2022年になるっていう話ではあるんですけれども、α74 をね買う人ってほとんどボディだけでいいって人だと思うんでね。あ、なんか実がなってる、これなんだろう、なんかベリーみたいなやつがなってる。はい、というわけで今日も一日よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで、今日はねとうとう ZV-10 の、リグを組もうということで、このようにねこうリグに必要なものっていうのを今こうずらっとこう並べている状況で、今日こそはこのねリグを組むことは間違いないんですけれども、その前にねちょっと僕のね長めの愚痴を聞いていただきたくて、っていうのもですね、一つね部品がねないんです。でそれ何かっていうと、トップハンドルなんですけれども、トップハンドルがね見つからないんですよ。今日あるんですよ、必ずあるんですよこの部屋に。でもそれがね見つからないということで、 ZV-10 にこうリグを組むための商品っていうのはもう実はもう1ヶ月ぐらい前からもうすでにもう届いていて、いつでもこのリグっていうのは組める状況だったんですね。でこのブラックフライデーでも買い足した商品っていうのはあるんですけれども、でもそれはねそれがなくてもリグは組めるかなっていうものだったんで、そういう状況でこの1ヶ月間ぐらいずっといつでもね組める状況で、でトップハンドルに関しては以前から使っているものがあったんで、それを流用すればいいやっていうことで、1ヶ月ぐらい前にこのスモールリグの山にトップハンドルをそこにね忘れないようにね置いておいたっていう記憶がねあるんですよ。なんですけれども、市場になってくると、この辺の記憶っていうのがだいぶこうあやふやになってくるっていうこともあって、で今日ねいざそのリグを組もうと思って見てみると、そのねトップハンドルだけがねないんですよ。これはどういうことなんだっていうことで、で今日僕が住む関西では朝ね地震があったんですよね。で僕ねちょっとその時にこの部屋のことで心配だったのは、このね撮影部屋の隣の方にももう一個部屋があって、そこはね段ボールの墓場状態なんですよ。段ボールの山がこうガーッとこう積み重なってるんですね。で段ボールってちゃんと畳んでね置いとけばいいんですけれども、最近いろいろこう緩衝材とかっていうのがたくさん入っていることもあって、畳むのもめんどくさいからもうそのまま置いておいて、でもともとここは荷物置き場として借りている部屋ということもあって、またねここを引き払う時に使うだろうっていうことで、こう段ボールも置いたままにしてるんですよ。で地震があった時にそのね段ボールの山がどうなってるのかなっていうのもちょっと心配だったんですけれども、案の定ですね崩れていまして、この半年間ぐらいの間ね
このね、段ボールの山っていうのが定期的に崩れてるんですよ。でちょうどね、1ヶ月ぐらい前にも、この部屋の前の道路でね、ずっとこう道路工事やってて、その時もね、この微細な振動に耐えかねて、こう段ボールが崩れてるんですよね。まあ、なので、1ヶ月ぶり4度目ぐらいの段ボールの崩壊で、あのギリシャ神話のあのシシフォスの岩みたいな感じで、まあ、どうせまた崩れんだろうなと思いながらも、また今日ここの部屋に来た時に、あのそれを段ボールをね、あの積み上げていて、まあ、そっからじゃあいざじゃあのカメラを回そうっていう段階になった時に、トップハンドルだけが見つからないっていうことで、この今のね録画を始める前にもう 3,40 分もすでにね探し回っているんですよ。で特にこのカメラの裏側のスペースにもちょっと場所があって、そこにもいろいろとこう荷物をね置いているっていうこともあって、もしかするとその辺にこう紛れ込んでるのかなと思って、その辺もこうひっくり返して調べてみたんですけれども、やっぱりないんですよ。で、あのその辺一帯はしかもこうホコリっぽくて、あのもういろいろこうやってる段階でもうあの目がもうしばしばし始めてきて、まあ、そういうこともあってね、あまりこうテンション高く今からね ZV-10 のリグを食い回すみたいにやる気にもしなんないんですけれども、まあ、それでもね今日本当ねやっとかなきゃダメなんで、もうあのこのタイミングでねやっとかないとあの一生組まないなっていうふうに思うことがあって、っていうのも例えばねこの商品とか、俺あのディエティのマイクなんですけれども、ここのところ僕あのディエティであのマイクっていうのをできる限り統一しようということで、今このワイヤレスマイクっていうのもディエティだし、この天下面につけているマイクっていうのも以前紹介したこうディエティの D4 ミニっていうものなんですね。以前紹介したこのディエティのミニ D4 ミニっていうのは機能を制限したバージョンなんですけれども、そ の, このフルスペックバージョンっていうのがこのディエティの V マイク D4 デュオってやつで、これに関してはもうね2ヶ月ぐらい前に手元に届いていたんですけれども、ずっとまあ紹介していない、これなんかまだ開封さえしてないですから、まあ、なのでこのタイミングでもやっておかないと、このリグ周りの商品っていうのがもう本当ね永遠にこう紹介する機会っていうのをなくしそうなんで、ということで今からねこの ZV-10 トップハンドルはないんですけれどもリグを組みます。はい、あのトップハンドルはなくてもねリグは組めますんで、いつかもうちょっと出てきてくれるだろうと思うんで、まあ、その時にまつきつけたらいいかなということで、今日はもうあるもので ZV-10 のリグっていうのを組んでいこうと思います。はい、じゃあねまずねこれあのもうすでにケージとハンドルっていうのはつけていたんですけれども、これはまあ一回もゼロからやるっていうことであの外してですね、あとここに積まれているスモールリグの商品なんですけれども、実はねこれ全部が全部はこの ZV-10 用ではないんですよね。この辺は実はこの辺の大きいやつは実は違うかな、そうですね、この辺はちょっとねまたちょっとこう別の機会に紹介するものなんで、今回はちょっとこう置いておくとして、この辺が ZV-10 のリグに必要なものとなりますかね。まず最初にこれですね、これ、スモールリグのケージですね、ケージ、このこれは ZV-10 専用のケージですけれども、これをつけます。これねあの別にこうリグを組まなくても結構おすすめというか、これあのスモールリグが出しているこう ZV-10 関連のリグってこう2種類あって、1個の方はこの周りの金具だけっていう感じなんですけれども、このバージョンっていうのはこのね取っ手の部分っていうのに厚みが加わっていることもあって、ホールディングっていうのがかなりアップします。4面に4分の1ネジっていうのがこうずらっと並んでいて、上のところにはこう4分の1ネジとは別にあり規格のねネジ穴っていうのも一つついているっていう感じですね。でそこにこのこれもねスモールリグのものなんですけれども、ハンドルっていうのをこんな感じでね、まあ、そうすることでこういう感じで、ケージとハンドルができたっていう感じですね。でこれにあの ZV-10 にはここにモフモフっていうのが標準搭載されてますけれども、これケージをつけてもこのモフモフっていうのはつけられます。まあ、なのでこのケージとこのハンドル、これだけでもまあ結構いいかなっていう感じなんですよね。でこっからがリグの本格部品ということで、ちょっといろいろと開けていきましょうか。これまだね全然開封さえしていないんで、本当に今から組むっていう感じなんですけれども、ということで、まあ、大体ねこの辺がで、これがねこう ZV-10 のリグ化計画の部品類っていう感じで、これをね今から組み立てていこうと思います。まずねまずベースとなるのはこれなんですね。これねここにまずこうロッドっていうのをつけていきます。じゃんとじゃんと、あでもね
結構ね安いんだけれども、なんだろう、質感っていうのはいいですね、思った以上に。はい、じゃんということで、まあ、こんな感じで、これがまああのリグのベースになる部分ですね。で次はここに、これもねスモールリグで購入した、アルカスイスのベースを入れたいと思います。どれが合うんだろうな、ここにこういう感じですか。これはね別になくてもそのままここにねカメラをマウントしてもいいんですけれども、取り外しっていうのをねあのすぐスムーズにできるようにっていうことで、ここに僕はアルカスイスのベースをかますことにしました。あー、いやこれはダメなのかな、もしかして。これはもしかすると使えないかもしれない。ちょっと何も考えずにベースとこれが合うのかなと思ってたら、なかなかこうネジ穴の場所が合わないことが判明。そうは言ってもこれだけたくさんネジ穴があるんだから合うっしょ。いろいろやった結果やっぱりこれネジは1個、ここは止まるんですけれどもね、まあ、これ1個でやっていきましょうか。まあ1個あれは大丈夫っしょ。うん、ちゃんと、はい、ということでこんな感じでここにねアルカスイスのベースをつけたんで、こんな感じで、はい、すぐにつけることができる。で外すときはサクッとカメラを外すことができるということですね。次からがねちょっとねよくわかんない、どうなるのかっていうのがよくわかんないラインに入ってくるんだけれども、これなんですよね。これっていうのはこれはね何かっていうと、V マウントをつける、ここにね V マウントバッテリーっていうのがあるんだけれども、これをここにねマウントすることができるんですよね。なんか思っていたのと正直ちょっと違うな。はいはいはい、分かってきた。でここにこれをつけていくと、なんかねちょっとね当初イメージしたものとは違ってはいるんだけれども、これでねここに V マウントがね装着できると、カチッといくんで、でこのロッドのところにこれを通すと。どうですかこれ、これでほぼほぼ完成。わかりますかね、僕のやりたいこと。こんな感じね。これあの ZV-10 バリアングルなんで、このモニターの後ろのところにこの V マウントを設置することで、こういう感じで使うことができる。あともう一個、ここにこれでいいんだね。でここのところにコールドシューをつけて、んでちょっと疲れてきたな、だいぶ。これも一応このために買っておいたポートキーズのモニターをつけると、そうするとこんな感じでいいでしょう。じゃんと、こうすればこれ分かりますかね、リグ完成でね、ここにねあの V マウントバッテリーっていうのをつけてるんですね。でこれね実はね当初の予定ではこの V マウントからこのモニターに給電して、でなおかつこのカメラ側にもね USB を通して給電することがねできるっていう使い方をしようと思ったんですけれども、このね D タップから DC にあの給電するケーブルっていうのが、これブラックフライデーに合わせて買ってたんですけれども、これがねまだね届いてないんですよ。なのでここにね今バッテリーつけてますけれども、本来だったらこれはこの V マウントから給電しようっていう話ですね。まあなのでこういう感じで、これどうですか、これ結構かっこよくないですか。これもあのこれが果たしてこう実用的かどうかっていうことで聞かれると非常に困ってしまうんですけれども、でもかっこいいでしょ。あの物欲を刺激するかっこよさではないですか。これメカとしてのかっこよさっていうのがあるだろうということで、でまあしかもですね、これあのちゃんとねこの V マウントがいらない時っていうのはこれを外して、このまま撮影もできるわけですよ。これだとまあだいぶ軽くなるし、で長時間撮影とかする時にこう V マウントからカメラ側にもモニター側にも給電したいっていう時はここにワンタッチで取り付けすれば V マウント化できると
ということですね。でしかもこのロッドの部分をこうやってこうちょっと伸ばしてやるとですね、まあ、こんな感じでこの V マウントのところを胸に当てることで3点確保ができるんでね、まあ、なので手ブレ補正がついていないこう ZV-10 こうすることでかなり映像っていうのも安定するんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、ということでね、まあ、今日はこういう感じでこう ZV-10 でリグを組んでみたんですけれども、果たしてじゃあ僕がこれでね ZV-10 で撮影するかと言われればちょっと微妙なところではあるんですけれども、とりあえず今回のリグを組んでみたかった理由っていうのは、こういう形でねこう V マウントを活用するっていう意味で V マウントのベースをまあ作ることで、まあ、今後ねこれはいろんなものに活用ができるというか、まあ、それこそねもうじきねちょっと別のカメラっていうのも届く予定なんですけれども、それなんかにもねこの V マウントベースっていうのがまあ使えるんじゃないのかなというふうに思っていて、まあ、なのでねこれあの ZV-10 専用っていうわけじゃないんですけれども、今後もいろいろと使っていく機会があるかなと思って組んでみました。なのでね今日はちょっと本当あまりこう時間ももうすでになくなってしまったっていうことで、ただ単純にまあ組んだっていう感じなんですけれども、またちょっと今度ね時間を見つけて ZV-10 のリグっていうのを外に持ち出して撮影してみようと思いますので、もし聞いていただきましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおむかげでした。